こんばんは、ガリンバミントです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はデカート様よりアクリルガリンバをご提供いただきましたので紹介します。動画の最後にセール情報をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。デカートさんはガリンバ以外にも楽器関連の機材を販売されている会社です。他にもね、気になる商品はいくつかあったのですが、今回はガリンバをレビューさせていただきます。今回送っていただいたのはアクリルガリンバです。この箱がね、すごく可愛くて、色とかもね、すごい好みの色ですね。付属品はチューニングハンマー、クリーニングクロス、目印シール、英語と数字の音名シールです。チューニングハンマーは一般的なものより小さいサイズになっています。このサイズ感ね、すごくいいですね。はい、では開けてみます。中を見るとね、はい、こんな感じで、わかるかな、コンパクトなアクリルガリンバになります。保護シート外していきます。このペリペリ気持ちですよね。はい、こんな感じで、あ、綺麗。縦が13センチ、横が11センチで、厚みが 1.5 センチとかなりコンパクトなサイズなんですが、17キーです。で、カリンバのキーは横幅が4ミリのものが多いですが、こちらは 3.5 ミリになっていて、このキー細くすることで全体の横幅も小さくなっています。キーとキーの幅も少し狭めです。アクリルカリンバの特徴といえば、やっぱり重たいっていうイメージなんですが、こちらのカリンバはなんと 274g でした。やっぱり全体的にコンパクトになっている分、重さも軽いです。私が持っている17キーのアクリルカリンバは 507g、423g、479g なので、持って比べてすぐ分かるぐらいこちらの方が軽いですね。一番最初に購入したアクロットのカリンバが 479g で、横に並べて比べるとサイズの違いなども分かると思います。こちらのね、キラキラもね、すごい気に入ってはいるのですが、はい、この小ささもね、可愛いですね。で、やっぱり軽い、はい、そしてやっぱりこんな感じでアクリルカリンバって独特のこの可愛さがありますよね。キーは先端が丸みのあるタイプで、英語と数字の刻印があります。キーのね、高低差もなくて、すごく綺麗なものが届きました。では試奏してみます。はい、いかがでしょうか。思った以上にね、いい音でびっくりしました。音は若干小さめかなと思います。先ほど紹介したアクロットのアクリルカリンバも弾いてみます。Thank you.
い、こんな感じでアクロとのカリンバの方はどっちかというとキラキラ系の音色なんですが、この子は丸みを帯びた優しい音色という感じがしますね。はい、1点残念な点を挙げるとすれば、このケースがね結構余裕があるというか、こっちのね大きい方のカリンバがぴったりサイズぐらいなので、この子に合わせたねこうもうちょっと一回り小さいケースだと嬉しいなと思いました。とは言いつつもやっぱりこのコンパクトさすごく可愛くて良いです。軽いので持ち運びにもいいですし、お散歩に連れて行きたいサイズ感だけどちゃんと17キーあるっていうところがまた良いポイントかなと思います。でこちらなんと本日20時から楽天セールで 30% 引きで購入することができます。お得に購入できる機会ですので、ぜひサイトを見てみてください。説明欄のリンクに載せておきます。楽天スーパーセール中は買い回りでお得にお買い物ができるので、エントリーもね忘れずにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。演奏曲のリクエストも受け付けておりますので、コメント欄へどうぞ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。